失礼しました。それでは始めていきたいと思います。東京大学ファウンド X ディレクターを務めております、馬、ま、田と申します。今日はですね、ファンド X の説明会ということで、ファウンド X のプログラムのご紹介をさせていただこうというふうに思っております。今、表示されている下の画面にありますスライド、あるいは YouTube の説明欄にありますリンクからですね、スライド,ライドのリンクから、匿名で皆さんの質問を受け付けておりますので、ぜひこちらをうまく使っていただければというふうに思います。 では、早速ですが、プログラムの説明の方を始めていきたいと思います。えっ、ー、とせ、具体的なプログラムの説明です。ファウンデックスとはどういうものかというふうなものを、まずは簡単にご説明させていただきます。ファウンデックスは、事業と起業家の成長を支援するプログラムとして設計しています。そして、その結果ですね、皆様、起業家の皆様が、あの、有利な資金調達ができるようになるまでをサポートするというふうなプログラムになっております。 こうした皆さんの成長、事業の成長と個人としての成長を支援するために私たちとしてはコミュニティですね。企業家コミュニティの力を使ってそれを達成していこうというふうに考えています。そのために企業家同士のつながりを作っていくというふうなところが一つポイントになってくるかと思っていますので個室を無償で提供して対応しまして皆様に企業家同士が近くにいる環境というものを提供していきたいというふうに思っています。 この東京大学ファウンド X の運営に関しましては、東京大学産学競争推進本部という東京大学の本部組織の一つが運営しています。また企業様からの寄付で運営しておりまして、そのため皆様、企業家の皆様にも無償で部屋を提供できるというふうな形になっています。 ただですね、私たち東京大学というふうな位置づけですので、投資は行っておりません。ベンチャーキャピタルではないので、ベンチャーキャピタル的な要素、いわゆる投資ですね、求められている方はもしかしたら違うところを求めになった方がいいかもしれません。また、私たち東京大学ファウンデックスといたしましては、支援対象をかなり初期のフェーズ、特に最もリスクの高い、企業前とかのアイデアの段階から支援していくというふうなところを考えております。 ですので、私たちのところに入っていただくチームの多くはといいますか、基本的な対象は VC やアクセラレーターに入る前というふうなところのチームの皆様が比較、まあ、非常に多いというふうな形になっております。 え、東京学ファンド X は、まあそういう意味で、あの、スタートアップの超初期を支援するプログラムとして、まあこれまで主に、えっと、上側にあります学部生とか大学院生にいろんな教育を提供していて、そして実際にプロジェクトをやる本部をテックガレージみたいな組織、まあ施設があったんですけれども、まあそうしたところから出てくる、まあ実際のプロダクトをして起業していくというふうな方々、まあ学生、現役生の方々に加えて、え、東大卒業生や東大の研究者の皆様、ここに入っていただいて、そして次のステップにつなげていっていただく、この間を、あの、つなぐ 施設兼プログラムとししてて提供しております私たちのプログラムに入った後に VC の支援を受けたり、あるいはネットなどの助成金を受けたりというふうなところも多かったり、あるいは私たちのプログラムに入るのと同じぐらい、あるいは入った後ぐらいにもう少し少額の助成金とかですね、そういうところを受け取るようなチームが比較的多めというふうになっております。うん 私たち、こうしたプログラムを提供しておりまして、特にですね、こうした4つの仕組み、4つの観点で、大きくプログラムを設計しています。一つが起業家コミュニティです。起業家同士のいわゆるコミュニティを作っていくということ。そしてノウハウというふうな観点で、ノウハウをいくつかご提まあいろんなノウハウを提供させていただくと。 あるいは支援サービスというふうな形でいろんな支援をさせていただきます。また外部ネットワークというふうな形を用意しておりまして、いろんな支援者の皆様をご用意させていただいて、ご協力いただいて、企業家の皆様に提供していくというふうなことをしております。より詳細にはこちらのスライドになります。まずは企業家のコミュニティというふうなことですと、基本的に同じフェーズの仲間が比較的うまく入っているというふうな形になっております。 で、この、えっと、同じフェーズの仲間がいることによって、本当に自分たちの悩みに近い方々が、あの、何でしょう、すぐそばにいて、いろんなことが聞けるというふうなところが一つポ、ポイントとしてあるのかなというふうに思っています。そして、次にですね。 えっと、ノウハウというふうな観点ですと、企業家同士の知識のシェアというものも積極的に行っていただくようにしております。これはプログラムの中でですね、入っていただくと、基本あの、必須で参加いただくいくつかのアクティビティがありまして、そうしたところで皆さん同士の、えー、ご交流というものを皆さんでやっていただいているというふうなところが一つポイントとしてございます。またですね、えっ、ー、と、 この,の、えー、ノウハウという観点ですと、私ですね、えっ、ー、と、先月ながら私の方からですね、講義をさせていただいたりとか、まあ、最近、最近とか、昨日とかちょうど流行って、今日昨日と流行ってましたが、まあ、バズっていましたが、まあ、解像度のスライドとか、あ、まあしたスタートアップのスライドを、まあ、私の方で作ったスライドをですね、えー、ご用意させていただいて、そうしたものの説明とか、あるいはあの支援者からのノウハウの支援、あるいは卒業生、企業家からの支援とかも、ノウハウの一部として提供していければというふうに思っています。 また次に支援サービスというふうな観点ですと、無償でのオフィスの提供はもちろんのこと、共用のバックオフィスサービスということで、いくつかの、あの、ま、なんでしょう、タスクですね、を、えっと、私たちの方で受け負い、受け負いさせていただくというふうなこともさせていただいてますし、まあ、クラウドとか、ノーションのクレジット、えっと、まあ、一部無料になるようなクレジットというものを、えっと、皆さんの、えっと、なんでしょう、まあ、無償で提供させていただくというふうなことをやっております。 ま最後に外部ネットワークというふうな観点ですと、東大卒業生の皆様を集めたネットワークを提供しておりまして、そうしたネットワークから顧客候補であったり、あるいは資業の皆様であったりというふうなところをおつなぎさせていただくというふうなことをやっております。こうしたすべてのプログラムをですね無償で提供させていただいています。お金やクイティは受け取っておりません。ただし投資もしませんというふうな形になっております。 ただ、FoundX に入っていただいて卒業する頃にですね、えっと、皆様、もし FoundX のサービスにご満足いただければ、あの、ま、本当に小額のエクイティを東大大学にぜひ寄付してくださいというふうなお願いをさせていただくことはありますので、そちらに関しては、もし、アドツセシのサービスにご満足いただければ、ご検討いただければというふうに思っております。 えっと、まあ、企業家のたどり道と FoundX のプログラムの対応表というものをこちらに表示させていただきます。まずはですね、この FoundX のプログラムに対して、えー、こんな感じでですね、いくつかのプログラムがありますというところをご説明させていただきます。FoundX ですが、あの、まあ、いくつかのプログラムがあります。後ろに行けば行くほど、ま、ュアな企業、ま、マチュアなチームに対してのサービスプログラムとなっていて、例えばこの一番後ろのサービあプログラムとしては Founders プログラムというメインプログラムがあります。 こちらはですね、最大9ヶ月間のプログラムで、最大4人チームまでの個室の提供をしております。また、あの、企業家、支援者コミュニティへのアクセスの提供をしておりまして、サポートサービスの無償提供などもしております。主にですね、こちらのフェーズに入ってくる、こ,こちらのプログラムに入ってくるチームは、どちらかというともうアイディア決まっていて、えっと、基本的には実行フェーズというふうな方々が中心になっていますので、私たちとしては、あの、ゴール設定のお手伝いと、ビジネスリズムを作っていくというふうなところのお手伝いをさせていただいております。 対象となるチームに関しましては右側にあります。東大生もしくは東大卒業生が共同創業者として参画している最大4人のチームです。また3000万円以上の資金調達をしたら卒業。で逆に言うと3000万円以上の資金調達をしていると,、えー、と入れないというふうな形になっております。 ファンデックスの起業家コミュニティへの貢献をいただくというふうな条件で入っていただくことになっておりまして、また、プログラムへの一定以上の参加や、コミットメントのところも少し求めさせていただいております。例えば、東大の現役生ですと、基本的には協力いただいて、入ってきていただくというふうなところを求めております。また、あの、卒業生の皆様も、基本的にここ以外の、自宅とかはやらない、フルコミットでこのプロジェクトをやりますというふうなチームに、こちらのプログラムは提供しております。 こちらに関しては、まあ、部屋をある程度使っていただくというふうなところが条件として、まあ、コミュニティを作る上での条件としてありますので、そうしたフルコミットを求めさせていただくというふうなところになっております。また、一部のプログラムあ、一部のビジネス領域に関しては、私たちとの相性が悪いということで、少しお断りさせていただくこともありますので、そちらをご,ご容赦いただければと思います。 こうしたファウンダーズプログラムに入ってきたことでですね、例えば東京大学 IPC が行っている最大1000万円の助成金を提供するプログラムなどには、あの、ファウンデックスの、えっと、ま、採択企業がいっぱい入っているというふうな形になっております。これまでの採択チームとして、例えばこのファウンダーズプログラム、あるいはプリファウンダーズプログラムというところでどういうチームが入ってきているかというと、こんな感じでいろんなまあロボットを作っているところもあれば、あの、機械学習のインフラを使って作っているところもあれば、 あの、検索型の学習プラットフォーム、ま、エドテックみたいなところもあれば、あの、楽器インターフェースとか、あの、建設現場を巡回するロボットみたいな、ま、いろんな、あの、なんでしょうね、種類のスタートアップを受け入れさせていただいております。で、ファウンダーズプログラムの、え、主な提供するメリット、アドバンテージといいますか、 私たちが提供できるものとしては、目標設定のお手伝い、そしてリズム作りのお手伝い、そして最後に学びとつながりということで、企業家同士や、あの皆様と、えっと、他の方々とのおつながりというものをつけさせていただくというふうなところを提供させていただいています。 逆に言うとですね、私たちのプログラムに入っていただくことで、いくつかの必須の項目が入ってきます。私たちとしては週に4時間以上の時間は皆さんの時間を使わないというふうな形で進めておりますが、あの少ない、少なくない時間と言いますか、週に最低1.6時間とかはですね、私たちのプログラムにの活動に参加いただくというふうなコミットメントをいただくことになります。ですので、私たちとしては部屋以上のものをですね、目的に参加いただいた方が良いと思っております。 むしろ部屋だけというふうな、部屋だけ使いたいんだけどというふうな場合はですね、私たちのコミュニティを作っていくというふうなところの思想と少し、あの、コンフィクトしてしまうところがあると思いますので、そちらに関してはご容赦、ご容赦といますか、お互いのマッチングが合わないというふうなところでご容赦いただければというふうに思います。そういう意味で、企業はコミュニティですね、部屋以上のものというものを提供していきたいと思っておりますので、ぜひこちらに関しては、あの、ご容赦と言いますか、ご理解の上、えーと、ご応募いただければというふうに思います。 で私たちの審査基準に関しては Web で公開しております。一時審査、二次審査、面談というふうに進んでいきます。次回の締め切りは9月1日で9月、9月1日までに一時書類の方を提出いただければというふうに思っています。 また、早めに提出いただくことで、私たちからのアイディアへのフィードバックというものも提、えー、っとご提示させていただいておりますので、もしよければ早めにあのこちらの書類の審査の方を提出いただければというふうに思っております。ただですね、今年は少しお盆と被っておりまして、8月9日から13日の週に関しましては、スタッフがお休みとなってしまいますので、少しそのタイミング、あるいはその前後になりますと、返信を遅れてしまうこともあるかと思います。そちらに関してはご容赦いただければというふうに思います。 以上がファウンダーズプログラム、一番まあメインとなる部屋を提供できるプログラムになっております。その次のプログラムとして、このプリファその手前のプログラムとして、プリファウンダーズプログラムというものがあります。このプリファウンダーズプログラムというものはですね、最大6ヶ月間のプログラムとなっておりまして、コワーキングスペースが利用できます。現在一時で利用しあの停止していて、個室があの一部利用できるというふうな形にしておりますが、あの、 そうですね、COVID-19 のせいで、まあそうした形になっておりますが、そうしたサービスを提供しております。あとは基本的にファウンダーズプログラムと基礎も基本的には同じです。ただ大きな違いがあるとすると、えっと、フルタイムでねフルタイムのコミットメントがなくても可能、入ることが可能だというふうなところが大きな違いになります。半年以内に必ず、 あの、基本的には、あの、プログラムにフルコミットする、あるいは、ファウンダーズプログラムに応募すると、その条件を満たせますという風なチームであれば、エプリファウンダーズプログラムにご応募いただいて、採択させていただくと。いわゆるその準備期間のプログラムですので、こちらに関しては、そうした準備期間を過ごすためのプログラムとしてご利用いただければという風に思います。その他の、あの、細かいところと言いますか、条件に関しては、あの、ファウンダーズプログラムと基本的には同じになっています。なので、まだフりコミットできないと。 いうふうな方々は、このプリファウンダーズプログラムにご応募いただくといいのかなと思っています。改めて違いを説明しますと、ファウンダーズはフルコミットが必須、プリファウンダーズはフルコミット不要ですが、半年内にフルコミットをすることを必ずお約束いただきます。そして、ファウンダーズは個室の利用が可ですが、プリファウンダーズは個室は利用不可となっております。 えっと、あとはチームの評価ですね。という観点です。ドプリファウンダーズは、あの、一部の方々を、必ず半年以内に説得して採用しますと。共同創業者で採用しますと。いうふうな場合にも、あの、OK を出す場合がございます。審査基準に公開しておりまして、えっ、ー、と、同じプロセスを基本的には取ります。ただ、審査基準が少しファウンダーズプログラムと違うというふうな違いがございます。 で次にですね、フェローズプログラムというものを紹介したいと思います。すみません、タイトルが間違ってますね。えー、っと、フェローズプログラムですね。えー、っと、フェローズプログラムは、アイディア探しをする、固めるまでのプログラムとして、最大6ヶ月のプログラムを提供しております。えー、この、えー、フェローズプログラムは、あの、本来であれば、コーワーキングスペースを、あの、と、なんでしょうね、利用可能とさせていただいているんですが、まあ、ちょっと今はですね、少し提供ができなくなっておりまして、えー、こちらに関しては完全にオンラインで今行わせていただいております。 そして対象並びに条件に関しましては、こちらは東大卒業生のみの参加となっております。現役生に関しましては、アントレプナーシップチャレンジやアントレプレナー道場といった教育プログラムがありますので、基本的にはそちらにご参加いただいて、フェローズプログラムは卒業生を対象としております。こちらに関してはフルコミットを求めずにですね、基本的にはパートタイムや副業での参加というものをお願いさせたて、の方々に参加いただいています。ですので、起業に興味があるけれども、アイデアがない人とか、 アイディアをこれからブラッシュアップしたいというふうな方々に、このフェローズプログラムをお勧めしているというふうなところになっております。以上が大きなプログラムの説明になります。ファウンダーズプログラムが一番メインのプログラムで、こちらはフルコミットをした後に入っていただくプログラム。プリファウンダーズプログラムはあるけれど、まだフルコミットではないというふうなところの向けのプログラム。そしてアイディアがないと、あるいはアイディアをブラッシュアップしたいという方々はフェローズプログラムというものを提供させていただいています。 さらにその前段階としては、あの、オンラインのスタートアップスクールという風な、あの、オンラインで、えっと、スタートアップ、スタートアップのことが学べるものであったり、あるいはファンデックスレビューという風なサイトを運営しておりまして、そちらでいろんな知識とか、ナレッジ、あるいはノウハウというものを提供させていただいております。そうしたものを使っていただいて、ぜひですね、えっと、スタートアップについて学んでいただいて、そしてそれを加速していくために、フェローズプログラム、プリーファウンダーズプログラム、ファウンダーズプログラムというものをうまく活用いただければというふうに思っている次第です。 ではままとめに入らせていただきます東京大学ファウンデックスがいろんなプログラムを提供しておりまして、緑の部分がです、ね、先ほど申し上げた知識提供の部分です。ファウンデックスレビューというものがあったり、ファウンデックスリソースという情報をまとめたサイトもあったり、オンラインスクールというコーセラ上で今提供しているオンラインのスクールもあったりします。 そしてフェローズに入ってくると実際に実践をしながらアイデアをブラッシュアップしていくフェーズに入り、プリファウンダーズに入って企業準備をして、そしてファウンダーズプログラムは起業していく、フルコミットして起業していくというふうなところになっております。ファウンデックス卒業後も、ま、いくつかのサービスといいますか、あの、私たちのコミュニティに入っていただいて、えっと、引き続きいろんなコミュニケーションを取らせていただいてやっていこうと思っております。 今日は特にこの本日のお話はフェローズ・プリファウンダーズ・ファウンダーズのこの主な3つのプログラムに関してお話しさせていただいたというふうな形になっております。ではここから Q&A をいただいて、スライドの方にいただいているかと思いますので、こちらに関して少しだけお話といいますか、いただいたものをご説明させていただこうというふうに思います。少しですね、今、プレゼンテーションモードにしたいと思いますので、少しだけお待ちいただければというふうに思います。 スライドのリンクは、えー、と皆様はあのー、あちらですね、えっ、ー、と、YouTube のところからご覧いただけるかというふうに思います。えー、少し今、画面を切り替えますので、少々お待ちください、えー。ウィンドウで。はい。はい、ではですね、えー、と一番上からいきたいと思います。 ファウンダーズプログラムに応募して、えっ、ー、と、まだマチュリティが低いということで、えー、っと、 プリファウンダーズとして採択されることはありますかあるとすると、それは年接のタイミングで相談する形になりますかということですが、はい、こちらに関してはあの、そのようなことはございます。私たちとして、まあ、あの、書類の段階からですね、コミットメントの話を二次審査の時に聞きますので、えっ、ー、と、皆様のコミットメントであれば、まあ、おそらくプリファウンダーズプログラムが最適かと思いますが、それでも面接に進みますかというふうなことをお聞かせいただくというふうなことがございます。 ですので、えっと、こちらに関しては、まあ、その後もですね、えっと、お話をしていく中で、まだブリーファンダースプログラムでゃいいんじゃないですかっていう時には、面接の時とか、あるいは最終的な、あの、こちらからのオファーリングの時に、えー、ブリーファンダースプログラムとして採択したいと思いますが、いかがでしょうかみたいなことはあったりはします。はい。では、こちらは完了ということですね。はい。では、次です。えー、スタッフからの質問は終了として。 VC から投資を受ける前の企業が対象ということでしたが、具体的にはどのくらいのレベル感なのでしょうか。プログ,プログラムごとにそれぞれ教えていただきますと幸いです。というご質問をいただいております。ありがとうございます。えっと、VC から受ける前の企業ということで、えっとまあ、具体的にはですね、ファウンダーズプログラムとかに関しましては、あのまあ、いくつかそのテック系か、まあ、サービス、テック系といいますか、あの研究開発がちょっと必要なところか、 サ IT サービス系かで少し違うんですけれども、まあ、IT サービス系だと、まあ、ある程度プロタイプが出来上がっているというふうな状況が、まあ、プリファウンダーズ、ファウンダーズ、プログラムの、えっとまあ、入るところの条件になってくるところが多いかなというふうに思います。一方、まあ、テック系といいますか、あのロボットとか研究開発必要なものに関しましては、まあ、ある程度課題のあの能性が、えっと、見えていて、 で、かつ、皆さん、まあ、さ、あの、なんでしょうね、参加いただける皆さんに技術力があるというふうな判断があれば入れるケースもございます。え、こちらに関しては、まあ、あの、ファウンダーズプログラムとプリファウンダーズプログラムは基本的にアイデアのマチュリティレベルはそこまで変わらないっていうふうな判断になっておりますので、えっ、ー、と、そこに関しては、あの、ファウンダーズ、プリファウンダーズはあまり変わらないです。フェローズに関しては、あの、あんまりはい、あの、なくても大丈夫。アイデアを探索するためのものなので、なくても大丈夫というふうな感じになっております。 もし、あの、質問に返す、返してお答えになっていないようであれば、もう一度質問の方をいただければというふうに思います。チームではなく1名での参加も検討可能でしょうかということですが、はい、こちらは可能です。その場合はですね、1名でエンジニアであること、かつ、エンジニアというか自分でものが作れること、かつフルコミットであることというふうな条件を満たすのが、その1人で条件を満たさなければいけないと。 厳しくなってしまいますが、1名でも採択しているチームは、えっと、いくつかございますので、そちらをご安心ください。はい。では次の質問です。テクノロジーを持っていなくても採択される可能性はありますかというご質問ですが、はい。こちらに関しては、あの、なんでしょう。えっと、ファウンダーズは、まあ、テクノロジーを持っていないと言いますか、まあ、自分で作,作れる人がいないチームはファウンダーズプログラムには入れません。 えと少なくとも誰か、あの共同創業者の誰かが作れるというふうな状況でないと、ファウンダーズプログラムは入れませんが、それがすごくなんかテック的に尖っていれば、でとテック的に尖っていなければいけないかというと、そんなことはありません。えー、とテクノロジーが尖っていなくても、サービスがあの良さそうな人がいれば通れるというふうな形になっております。はい。もしあのご質問の答えになっていなければ、またご質問いただければというふうに思います。 フェローズに参加した人のうち最終的に形になったのはどの程度の割合でしょうかというふうなところですかね。えっ、ー、と、そういう意味ですと、えー、フェローズに関しましては、まあ、これまで、えー、結構な人数の、えー、方々が受けていただいていて、最終的にですね、えー、っと、まあ、卒業というか6ヶ月間の期間をちゃんた方のうち10%程度が、まあ、企業というふうな形に結びついております。 プログラムに入られたのは、そのうち一部というふうな形になっておりますが、あの、企業までたどり着くのは大体10%ぐらいかなというふうな、あの、イメージでおります。 え、個室の環境を主にどのような、えっ、ー、と、設備がありますか宿泊が可能でしょうかというふうなことですが、えっ、ー、と、まず設備に関しましては、基本的には、あの、椅子、机、えー、そして、えー、ディスプレイですね。人数分のディスプレイになっております。えー、まあ、基本的にそうした、なんでしょうね。えっ、ー、と、 いわゆる個室をレンタルするような場所に対、プラスしてディスプレイがついているというふうな程度です。宿泊に関しては NG とさせていただいておりまして、宿泊をしたあのチームに関しては、基本的にルール違反ということでペナルティが発生しますというふうな形になっています。はい。あとは、えっ、ー、と、空調とかに関しては個別空調がついている部屋もあれば、 あの、施設が今3つございますので、それぞれの施設にちょっと違うんですけれども、個室空調がついてる部屋もあれば、あの、まあ、少し共通の空調でやるったところもあります。はい。あの、部屋のレイアウトなどに関しましては、えっ、ー、と、ウェブサイトのファウンダーズプログラムのサイトをご覧いただければ載っておりますし、ファウンダーズ、あの、私たちの施設に関しては、YouTube の方でですね、えっ、ー、と、ビデオで施設紹介というものをやっておりますので、そちらをご覧いただければ、雰囲気はわかるかなというふうに思います。 ということで、今いただいているご質問にはすべてお答えできたかと思いますが、もし皆様から追加でご質問があれば、引き続き,き受けたいと思います。 よろしいでしょうかえではですね、一旦こちらで、えっと、終わりとさせていただきまして、引き続き、えーと、あと2、3分私の方は残っておりますので、もし追加でご質問があれば、あの、引き続きいただければと思います。一旦ですね、えっと、私の方からは説明という形で終わらせていただければというふうに思います。皆様からのご応募をお待ちしておりますので、ぜひお早めにご応募いただければというふうに思いますえ。では、引き続きよろしくお願いいたします。今日はご視聴ありがとうございました。 ごご質問ありがとうございます、えー、繰り返しの質問の恐縮ですが、1人で参加する場合、その本人がプロダクトを作る技術が必要ということですよねと、えー、それは具体的にどの手の技術が求められますか、またはそれはフィローズでも同じでしょうかというご質問ですが、ありがとうございます。参加する場合はですね、えー、その、まあ、どの手の技術が求められますかといいますあそのアイデ,ィア,にア,イディアに必要そうな、まあ、技術力といいますか、あ,のまあ、ある程度お話の中で。 あ,のある程度こちらでも推測させていただいて、えーまあ、技術力、まあ、普通のウェブサービスとか IT サービスであれば頑張れば作れますよねっていう風なレベルであればあの、頑張れるかどうか、その頑張るための基礎知識があるかどうかという風なところで判断させていただいておりますが、もしロボットを作りたいのにロボットを作ったことがないという風な場合に関してはお断りさせていただくという風なケースもございます。 また、フェローズに関しましては、そちらに関しては、あの、技術力とかは求めておりません。あの、これから技術を身につけながら、そういうアイデアを探索していきます、というふうな方々も、受け入れておりますので、フェローズプログラムに関しては、基本的に、その6ヶ月間走るというふうなコミットメントと、ま、いくつか、入るときの条件を満たしていただければ、基本的には通っていただくというふうな形になっております。そこに関しては、技術力の、えっと、審査とかは必要ございません。